ファイルレポーターを導入したメリットは、紙ならではの管理コストを削減できたことです。紙のファイリングにかかっていた時間は月200分から0分になり、検索にかかる時間は1商標あたり20分から5分程度に削減できました。年間1万5000枚もの紙帳票もゼロになっています。業務プロセスの効率化が一番解決したかった課題となります。必要なタイミングで必要な情報を吸い上げられることが重要でした。ファイルレポーター導入で創出できた時間を分析やビジュアル化に当てることができ、次のアクションにつながっています。以前は製造工程をすべて紙で記録し、 X-ray の転記を経て分析を行っていました。 i レポーターを利用し記録する段階から電子化できたことで業務効率の改善につながりました。特に品質問題が発生してから過去の製造工程の検索、原因の検出分析のスピードが上がったことを体感しています。記録や集計スピードが上がった分、製造データのビジュアル化や分析に時間を割けるようになったのも大きな価値です。問題発生時の原因究明に時間と人手をとても要しておりました。より良い製品を作るために何より現場を大事にしております。アクシデントがあれば、まず関係者が現場に赴いて確認作業をして、設備を止めて丁寧にチェックすることを心がけております。現場を見て、現実を理解する、現場、現物、現実の考え方を徹底している製造部門になります。日常的にフォロー会を行い、設備や製造管理に異常がないか現場の声として吸い上げております。そんなケーブル製造部門の製造ラインでは、これまで品質管理記録として作業日誌や設備点検記録表をすべて紙に書いて保管しておりました。これらの書類は分類前にファイリングされて、必要に応じて情報を集計する流れとなっております。集計するにもデータの大部分が手書きのため、まず Excel などへの転記が必要でした。ファイリングから検索まで時間がかかってしまい、また年間1万5000枚の紙を使用していた。膨大な収容スペースもそのため必要でした。現場の声からも紙の使用量を減らせないかなというニーズが過去からありました。中でも大きな課題だったのが品質問題が発生した時です。過去の製造履歴の情報を収集したり、製造工程に問題がないかを検証する際に、ファイリングされた紙の資料から該当のデータを探して Excel に集計したり、グラフ化して情報を整理する必要がありました。そのため数名のメンバーが手分けをして情報を整理したり、会議を設けて分析、要因の解析に至るまでプロセスにとても時間を要しておりました。品質問題が発生しているのに履歴調査に時間がかかっているため、すぐに対策を打てない状況です。この業務プロセスの効率化が一番解決したかった課題となります。まずはどんな方法で製造データを取得するのが良いのかを検討し、現場での記録から電子化することに決めました。必要なタイミングで必要な情報を吸い上げられることが大変重要でした。手書きの情報をデータ化するとなりますと、何かしら変換の作業を挟まなければなりません。データ化するのであれば、すべての情報を一元化できるようにしておきたかったのです。これまで慣れてきた現場の動きを変えるのは大変手間がかかります。しかし従業員から出る情報から電子化することで、集計や管理面を含めまして効率が良くなると判断いたしました。 i レポーターは全く新しい記録用紙ではなく、これまで品質記録を書き留めていた用紙の内容を iPad で変換できるところがいいと考えております。入力作業が帳票ソフトに置き換わりましても、同じスピード感あるいはより早く入力作業を完了できる点が重要視していたところです。アイレポーターの講習を受講できたのが助かりました。プロジェクトメンバー8人中6人が参加し、基本的な操作スクリューを学んでいきました。しかし講習会では理解できても、実際の仕様は別でした。わからないことができた時に作成が止まってしまって、なかなか実際の製造ラインへの導入には進めませんでした。そこで役立ったのが、シムトップスが提供しているアイレポーター基本操作講習のオンライン動画です。
不安な時や迷った時は繰り返し動画を見ながら操作を習得していきました。同時に製造現場で実際にアイレポーターを使用する管理職やメンバーに電子化のビジョンや目的を含め今後の業務の改善についての説明会を開催しました。なぜ紙だった品質記録を帳票ソフトに移行していくのか、理由やメリットだけじゃなくその先に目指しているものまで含め対話することを意識しました。また実際にアイレポーターを製造現場で活用するようになってからは入力時の困りごとを日々挙げてもらい、その日のうちに改善することを心がけました。アイレポーターを導入したメリットは、紙ならではの管理コストを削減できたことです。これまで紙のファイリングにかかっていた時間は月200分から0分になり、紙商標だった時に比べ電子化することで検索にかかる時間は1商標あたり20分から5分程度に削減できました。帳票保管のための専用スペースも不要になり、年間1万5000枚もの紙帳票もゼロになっています。アイレポーター導入で創出できた時間を分析やビジュアル化に充てることができ、さらに次のアクションにつながっています。蓄積されたデータの中から必要な情報を素早く取り出し、ビジュアルに変換して分析、より精度を高く現場を見ることができるようになったため、フィードバックや改善の質もアップしたと感じています。古川電工ではこれからも現場とともに電子化を進め、それを現場や製品の改善につなげていきたいと考えております。